目黒区役所は特別地方公共団体である目黒区の行政組織が入る行政施設である。区の総合庁舎としては本館が二千三年一月から別館が同年四月から業務を開始した。現庁舎はかつて村の東後の設計による旧千代田生命保険本社ビルで外壁の白色アルミ芋のセー,ルーバーが印象的な建築物で1969年に pcs 賞を受賞している。2000年10月に、千代田生命保険が、公正特例法の適用を申請し破綻した。関済人は、目黒区に本社敷地、建物の売却を打診した。当時、目黒区役所長者は、目黒区中央の2-4-18にあり、かねてから、旧庁舎の手狭化に直面していた区は、この物件を取得し、新庁舎として、 大規模に改修を行った。完全移転後もしばらく旧庁舎建物は残っていたが、その後中央庁桜プラザとして建て替えられ、目黒区中央庁社会教育館5本目区民センターが併設されている。総合庁舎には他に目黒区保健所、東京都目黒都税事務所が入居している。目黒区職員が生活保護受給者の預金など四十四万円。 着服懲戒免職。産経新聞2017.1284時28分2020年9月6日閲覧。ありがとうございます。